今日はおかっぱりで、おかっぱりのフリップで、これで、ちょっとカバー打ちをやってみます。もう勝負早いはずやねんな、これ。今逆にカバーの奥のこういう根っこの方にいないかもしれんねんな。ちょいと。コツンとも来ないね。まあまあ外側のホールで食うか。うわー、ラー様か。バス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 。よいしょ。うお、あが。よいしょ。おお。かなり重いぞ。おお、よいしょ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 、危ねえ、危ねえ、危ねえ、よいしょ、あい、あい、よう超えとるし、あい。よいしょ。エクスター805、長さが効きましたね、これ。びっくりしたな、やっぱり落としてすぐっていう。はい、びっくり。あ、投げてもうホールでいきなりもう走ってましたって感じ。もう誰でも分かる当たり。明快、明快みたいな。こっちが慌てるぐらいギューンって持ってって。でもカバーが手前にあるから
そう、長い竿の方が圧倒的に有利だね、やっぱり。